皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ウェブチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、もう毎月恒例になりつつありますけれども、いわき市のアンモナイトセンターで、化石発掘体験やっていきたいと思っています。でですね、前回、ちっちゃいアンモナイト、スカファイテス出したんですけれども、今回はですね、化石発掘者の誉れである没収目指して、でっかいアンモナイト掘れるように頑張っていきたいと思うんですけれども、さあ果たして今日はアンモナイト出るでしょうか。はい、体験発掘行ってみたいと思います。それではいい化石との出会いを願いまして、気合を入れて入りますからよろしくお願いします。いいですか、行きますよ。はい、いい化石を掘るぞ。おお、どうぞ。はい、というわけでゴマノブ終わりました。ゴマノブ始まるちょっと前くらいから雨が降ってきまして、体験発掘の間は割と弱かったんですけど、だんだんこう雨が強くなってきて、今がちょっと3時過ぎなんですけど、3時過ぎからちょっと雨足が強くなるっていう予報になってて、予報通りに、ちょっとかなり雨が強くなってきました。で、次の動画ちゃんと撮ろうと思ったんですけど、ちょっと、メインのカメラの SD カードしていっぱいになっちゃったんで、一旦家に帰ってから CM 動画撮りたいと思います。とりあえずはこの部結構いいもん出たんで、家に帰ってからちょっと発表したいと思います。はい、というわけで帰ってまいりました。この部だったんですけれども、結構雨が強くなってきちゃって、で、掘ったものもちょっと雨に濡れちゃって、少しちょっと脆くなってるので、ちょっとあんま迂闊に持ち上げるとポキっていきそうな感じもあるやつがあるので、まずちょっと、メインの結構いい感じのやつからお見せすると、はい、動画の中で今日の見せてはいるんですけど、ここら辺にですね、アンモナイトが、少なくとも2個は入ってるんですよね。2個。はい。ここに、スカファイテス。前の体験発掘でも出た、異常巻きの、スカファイテスと、ちょっと種類はわかんないんですけど、この辺に、はい。なんかこう、しましまの模様のものがありますよね。これもアンモナイトじゃないかと。はい。それから、ちょっとはっ
きり分かんないんですけど、このスカファイテスとその種類不明のアンモナイトの間にもなんかありそうな感じなんですよね。はい、でこれはちょっとクリーニングしないと、ちょっと分からないんで、まああの先月のちょっと大きめのスカファイテスと一緒にまあクリーニングしたいんですが、そのやっぱりこれ雨に濡れちゃってちょっと脆くなってきてるんで、ちょっと陰干しして乾燥させてからクリーニングやりたいと思います。はい、でその石の反対側ですね、反対側がこれなんですけど、さっきのスカファイテスがこれですね、ここがさっきのスカファイテスの反対側なんですけど、こっちにもこっちにももしかするとこの辺に、別のアンモナイトが埋まってんじゃないかなという感じがしますね。はい、ちょっと見た感じでは分かりにくいんですけど、なんか何個か埋まってそうな感じがします。それから、まあ、これはちょっと不完全というか全体ではないんですけど、ここにやはり同じようなスカファイテスの一部が見えてますよね。はい、これがクリーニングするとどこまで入ってるかですけど、まあ一応これもスカファイテスかなと。はい、ほぼ同じ場所から、スカファイテスがじゃんじゃん出てきたんで、もしかするとスカファイテスのカオスがあるのかなって思ったりしましたけど、さらにですね、ちょうどあの真っ二つに割れたスカファイテスですね、これね、はい、ちょうどこの2つ見えるかと思いますけど、これちょうどこの合わさる、これに合わさるんですけど、これがパカッて開くとこういう感じで、はい、スカファイテスが入ってます。はい、というわけで、まあ、まあ午前の部坊主だったわけですけれども、まあ午後の部結構こう、まあ小さいながらもあんまりとこうじゃんじゃん出てきたんで、まあなかなかいい感じかなと思います。でまあ、今日掘ってた石の中にですね、ちょっと光強すぎて分かりにくいか、ちょっとこう石の中に白っぽいのがいっぱい入ってるように見えますけど、これ全部あの貝化石の破片がこう集まってるところなんですよね。まあ、こういうところに結構アンモナイトとかそういうのがこう入ってたりするということなんで、まあ、もし体験発掘行かれた方、こういったものを目印に探すとアンモナイトとか見つかりやすいんじゃないかなと思います。まあ、夢中になって掘ってたらですね、もうあっという間に1時間、終わっちゃったんですけれども、まだまだですね、アンモナイト入ってそうな感じがするんで、もう許されるもんならそこにあったでっかい石ですけど、それ持って帰りたかったなと思ったくらいなんですけど、またですね、近いうちに行って、ま、今日はちょっとやっぱりちっちゃいのが多かったので、やっぱり大きいアンモナイト、まあ係員さんもね、そう近くにいた係員さんも、まあ、この辺りからやっぱでっかいの出そうだよってことだったんで、まあ、できればね、近いうちにまた行って、体験発掘参加したいと思います。まあ、こういう感じですね。今は非常にこう、アンモナイトが出やすい感じになってるので、まあ、興味ある方、ぜひ、体験発掘に行ってみてください。はい、で、土日の、まあ、基本雨降らなければ、体験発掘、午前と午後とやってますので、ぜひ行ってみてください。でまあ、その帰り道にちょっと白鳥の飛来地になっている、まあ、ため池がありまして、そこに寄ってみたら結構白鳥さんいたんですけれども、さらにその近くの畑にも白鳥さんがこう羽を休めてたんですけど、まあ、結構近くまで行っても結構逃げません。はい、まあ、この近づくと
なんかこう怪しい野郎が来たということで、ちょっとまあこっちをこう 見られた上で、まあ背を向けてこうふーっと離れていきました。はい、というわけで、最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。